ブルーミングデイズ、日々これ良き日。皆さんこんばんは。時刻は午後10時を回りました。 79.1MHz 郡山コミュニティ放送ココラジからブルーミングデイズプラス日々これ良き日、この後午後11時までお送りいたします。この時間のお相手はキュレーションコミュニケーター倉島桃子とディレクター小出でお送りいたします。さて、日付もどんどんと進みまして、今週は、クリスマスウィークっていうんですか、きらびやかな週ではありますけれども、今年はね、各ご家庭でね、ゆっくりとしっとりと過ごすような、そういった話をよく聞いておりますけれども、今ねこんなご時世ですからね、それこそ忘年会もね、そういうのもなかなかね行きづらいというか、そうですね、お店だってね、今いろんな規制がね、されてますからね。そうですよね。でね、これね、スーパーとか行ってもね、多少ね、そのクリスマスものはあるんですけれども、ありますね。もうね、今週あたりになるとね、どっちかっていうとこのお正月ものが ね、幅を利かせてきてましてね。なんか半々な感じですかね。あとなんかもう小分けになってセットになって、すぐに持ち帰れるようなものが多いように最近思いましたけどもね。これね、あれだね、また近づいてくると、それこそチキン、とかが、ちょっと幅利かせていくんだろうね。だと思う。でももうね、あれですよ、骨付きもも肉、並んでましたよ、お肉売り場。しかも結構いいお値段。あ、そう。なんかね、今年は、外出したりとかご旅行行ったりこの時期からね、行ったりする人がいないということで、おせち料理もそうなんですけれども、ちょっと豪華なものをお家で食べようっていう傾向があるようで、それに合わせてお店側もまあまあのお値段のものも並んでいるそうです。あれだね、お正月になると、急になんかかまぼこの値段が上がる的な、高いかまぼこしか並ばなくなるみたいな。そうなんですよ。ものすごい私ドッキリしちゃうんですけど、いつもね。なるほどね。そういうことですよ。そんなクリスマスですけれども、日本ではですね、戦国時代の1552年、キリスト教の宣教師としてやってきたフランシスコ・ザビエルさん、知ってると思うんですけどもね、小出さんもね、この方が信徒を集めて、行ったことが始まりと言われているそうで、でその後江戸幕府の禁教令によってキリスト教が禁止されたため、明治の初めまでの200年以上の間、皆さんも知ってる歴史用語ではありますけれども、隠れキリシタン以外には全く受け入れられることがなかったそうなんですね。ただ一部の例外として、長崎出島のオランダ商館に出入りするオランダ人たちだけは、キリスト教を禁止する江戸幕府に配慮しつつ、オランダの冬至の祭りという方便で、オランダ冬至という名前でクリスマスを祝っていたそうなんです、こっそりやってたっていうことですね。冬至だったらしょうがないしょうがないってねことなんでしょうね。そう、で今回はですね、私たちもそんな、不憫なオランダ人の気持ちになってみようじゃないかということで、今では普通に使っているカタカナ語とか横文字がありますけれども、これを一切禁止をしまして、日本で生まれた日本古来の言葉だけでクリスマスをオランダ冬至という言葉に変えて、祝ってみようということをやります。テーマとしてそんな感じですよ。これは何、ペナルティはあるのかな。あ、そうそうそう、使っちゃったらね、一応コインを出すと、コイン100円、でいいのかな。わかりました。出してくっていうことに一応してますよ。なんかあれだね、人財産たまりそうな気しますよたまったらどのぐらいたまるかどうかはあれですけれどもね、やってみようということです。頑張ります。では早速選曲に行きましょう。今日のプレイリストを決めたいと思います。前回は私からでいいのかな、そうですね、じゃあ行きますよ、ウリア653、14です。14、じゃあ行きます。652、13だということで、ということで、サイコロの目の
大きかった、はい、ディレクター小出の選曲で今日はお送りいたします。 This program is presented by Neo Japan Style 79.1 Coco FM